皆さん、こんにちは。今日はね、スマート攻略コースというところで、ちょっと皆さんに体験してもらおうかなというところで、特許法の29条と30条ね、これは30分でちょっと説明をしていきたいと思ってます。担当は、スマートコース担当してます、レックセニコーシと弁理士の馬場です。ありがとうございました。こんにちは。はい。というところで、このスマートコースっていうのがね、1時間ごとに皆さんにね、こう、通信でやっていただくようなコースなので、どんなことを勉強してるのかっていうところで、実際講座をどんな感じでやってるのかって話をね、ちょっとしていきたいと思います。特に、こう、最初の頃のまず入門のところだな、ところを今日は見ていきたいと思ってます。で、特許出願。特許出願というのはね、まだ聞いてよくわからないと思うんですけれども、じゃあその発明って一体何なんだっていうところね。で、そこはちょっとまだ難しいから今日は割愛します。皆さんのイメージでいいですよ。なんか新しいことだろうね、きっとね。画期的なものですよ。多分。そうでいいです、今は。で、どんな発明が特許になるんだっていうところね、この人悩んでるんですけれども、一つ押さえていただきたいのはここです。要するに、新しい発明であって、かつ簡単に思いつかない。こういったものが特許になってきます。ね、これいろんなものありますし、集めて。例えば、ね、難しい分野ではね、薬ですよ。まさに、例えば、コロナウイルスの、ね、ワクチンとかあったじゃないですか。ああいうのも特許でありますし、こう例えば私がメガネしてますけど、メガネのレンズの仕組みであったり、このフレームの例えば強度とかですね、あります。洋服着てますね。例えばワイシャツの材質。当然形状なんかも、従来なければこう特許になりますと。いうところで、特許っていうのはただ思いついただけじゃダメで、特許庁に対して出願をして、で特許庁が認めた上で審査なんですね。ちなみによく特許って申請っていうんですけど、これ申請とは本当は言わないんですね。申請っていうのはね、手続きしたら全部認められちゃうものなの。だから特許申請っていうと、もう出したら全部特許認めますみたいな、でそういうことじゃなくてね、本来は出願って言って見ていきます。で、発明の特許ってなんでこの新しい発明なのかってのここに書いてありますように、発明の公開の代償という特許権、これね、飴と鞭じゃないですけど、要するに本来であるとこう発明ってさ、みんな隠したくなるわけよ、ね、だって真似されちゃうもん。でそうすると、ね、A 社も B 社も C 社もさ、みんなこう、隠しちゃうと世の中に何がやってるか分かんなくなっちゃう。要するに気がついたらさ、 A 社 B 社 C 社が、ね、みんな1億ぐらいかけてね、はい、やりました、発明しましたって言って同じものができちゃうかもしれない。じゃあそれはそれでいいけど、もったいないじゃない、ね、だったら A 社 B 社 C 社ちょっとずつ違うものができた方がいいよねということで、その発明を世の中に出す。たださ、ね、せっかく1億かけた発明を世の中に見せてください、そんなことやります、やんないよねということで、じゃあ分かった、ね、公開してくれる代わりにお前だけが実施していいぞと、これと特許権、ね、この難しい言葉で言うと独占排他権って言うんですけども、それをくれるっていう、そういう制度なんですねと。でちなみに特許庁に対してこう出願の書類というのを出しますと。でこの明細書、特許請求の要約書、図面、この4つの書類を、願書という書類に添付して出すということで、イメージ的にはね、ワードの文章みたいなもんですよ、でそれで出していくって、紙で出さないね、ってことになります。でこういうのはね、また勉強で、詳細見ていきますけど、今日はざっくり言うと、これ一番大事なのはこの赤い部分です。特許請求の範囲、これクレームって業界で言ったりするんですけれども、ここにどこをポイントにするのか、どこを特許に取りたいのかっていうのを書いてあげます。はい。で明細書はそれを具体的にじゃあどう実現するかっていう、説明書だね、を書いてあげると。で当然図があった方が分かりやすいねということで図面がありますと。でそれを全部まとめて、こんな発明ですよっていう要約をつけるんですっていうのを出願書類に書きます。で皆さんね、特許というのは一番重要なこの赤い字の部分なんです。だどんなに明細書にいろんなこと書いたとしても、この特許請求の範囲に書いてないと、そこは権利としては取れないということになります。だ必ずここの、ね、記載で、この記載がめちゃめちゃ難しいんですよ。だここを書けるようになるには多分そうだな、3年ぐらいかかるかな、実際の仕事してね、ということになります。はい、っていうのが特許の出願ですねと。で特許出願したら、さっき言ったように出願してないけどダメなんです、特許庁に。これ結構お金かかるんで、出願するだけで、特許庁には1万4000円なんですけど、通常なかなか自分では書けないので特許事務所を、ね、使うでしょう。特許事務所書けば残念ながらね、5万10万ではできないんですね、20万30万、それ以上もしかしたらかかるかもしれないです。逆に言えば皆さんが弁理士になればその分ねお金もらえますからそういうことですね。はい。でこの出願書類っていうのを作って、で特許庁に今度はこれが特許になるかどうか見てください、お願いしますってやるの。でこれをね、審査請求って。で審査請求はね、特許庁お金いっぱい取るのだ、そうだな、平均すると15万ぐらいかな、くらいして、いよいよ特許になるかどうかを特許庁が調べると。
で、これを難しい言葉で言うと、例えば登録要件とか言ったりします。まあ簡単にね、言うと特許を取得、登録するための条件、まあ要件がありますよ。でね、最初の頃はこういう言葉は難しいです。全然そこはね、気にしなくていいの。で、まずは何ができるのか、どうなってるのかをしっかり意識していただける。私は基本的に、私の講義っていうのは、結局、最終的に問題が解けるようになってほしいんです。だって皆さんは、多分、弁理士試験に受かろうと思って講座を取る人がほとんどだからね。なんか、いや、もういいんだと、試験受からなくていいんですと、一般教養として勉強したいんですっていう、だったらいいかもしれないけど、まあ、大体そうじゃなくて、やっぱり資格試験、せっかくだったら弁理士試験に合格するというのは目標です。ってことは、合格する最短ルート。もう試験に出るべきことをしっかりやってほしいということになります。ってなると、めちゃめちゃ正確性にね、最初からガチガチでやっていくと、それは分かんなくなっちゃうから、まずは分かりやすい流れというのを持っていっていただければいいかなと思います。で、例えば今やってる特許法の、まあ、代表的なこういうね、まあ、今これ出願 A とか B とかよく言いますね。で、今出願 B をしてます。で、最初に出願 A って他の人の出願がありますってなった時に、この2つの出願がどんな関係になってるのっていうのが重要なわけ。ってなった時に、例えば特許法29条、39条、29条2ってね、これ条文があるわけよ。で、こういうのがあるんだけど、これ全部やったら当然ね、時間かかっちゃうし、それは講座の中で見てください。で、今日は代表的な要件、この29条っていう、ここをね、今日ちょっと勉強していこうと思います。で、29条って何ですかって言ったら、こんな感じです。条文、特許29条第1項です。産業上利用することができる発明をしたものは、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができるということになります。 これさ、条文って読んでね。確かに条文読むの大事なのね。で、よく時々さ、ネットとか見てもね、合格するためには条文の試験だから条文やってくれって言うんですけど、最後はそれでいいのよ。最後はそれでいいんだけど、最初からあんまりそこが難しいのよ。条文との付き合い、条文とは友達になってほしいんだけど、最初はね、なかなか理解できないの。だから友達とかね、恋人とかと一緒ですよ。いきなり最初からガツリ行こうとするとね、うまくいかないので、最初の頃はこんなのがあるんだぐらいで結構です。で、まずは、じゃあ何だの新規性って、なんかいっぱい書いてあってね、これ読んだからってやっぱり分かんないじゃないですか。で、まあ、もしかしたらね、見てる人の中には法学部でしたとか法律勉強してましたって人いるかもしれませんけど、なかなか弁理士の人ってね、やっぱ法律やってきてないのよ。技術とか、それ関係ないこと、法律は関係ないこと、私もそうでしたね。だから、その最初から法律、よく私言うのはイメージはね、自動車の運転免許証を取るのとあんま変わんないですよ。まあ、そこまで優しくはないんだけど、で、自動車の運転免許証もさ、取るときに道路交通法とかって読まないし、いちいち。ねえ、皆さん、なんで赤信号止まるんですかってさ、根拠なんですかって。ねえ、これ道路交通法じゃないんだよね。これ四国規則とか四高齢とか、細かいところで、これ信号の種類っていうのは書いてあるんですけど、そんなことやんないでしょ。ねえ、皆さん歩いてるときに、道路交通四国規則第何条、第何票によって、青の場合はこうでなんて考えないね。ただ単純に青だから進めるし、赤は止まらなきゃいけない。そういうふうなだけでいいんです。だからあんまり最初から条文条文ってね、考えなくて大丈夫です。って言った時に、じゃあ新規性って一体何なんじゃということになるんですね、この言葉の。で、新規性っていうのは今言ったように、まずね、ざっくり考えてほしい。降参とかって出てくるね、これ。法律用語出てきます。最初の頃ね、何者だと。ね、契約書とかでよく見るけどさ、まあいいですよ、あんまり気にしなくて。で、例えば出願 A っていうのに発明をしました。これ難しいよね、書き方ね。で、これ、そのうち慣れていきます。もうね、最初の頃よく分かんないので、いいんです。例えば何か発明書いてあるわけだ、出願した時に。ってなった時に、この内容がもうもともと世の中にありましたよ。例えば雑誌に出てます、インターネットに出てますという場合に、特許庁としては認めませんよっていうことで拒絶って言います。これを特許として認めないと。要するに、もうすでにこの意については世の中にありますよ。で、こういうのは、まあ、要するにここね、要するに雑誌に発明が書いてあるというところで、こういうのが29条1項3項に該当しているって言い方をします。ただ、その条文を最初からやっていくぞって、こう気合を入れてしまうと、それが分かんなくなるので、まずは何なんだろうっていう大枠をつかんでいくようなイメージを持ってください。私は基本的にそういう感じですね。あまり最初から条文の言葉でガチガチやっていくというよりかは、まずは何なんだ。で、よく言うのは、自分でちゃんと言葉で説明できるようにまずはなってほしいんですね。じゃないと覚えることになっちゃうから。で、私がね、自分覚えるの嫌いなのよ。だから、自分が覚えるの嫌いなのにさ、皆さんに覚えてくださいなんて、そんな無責任なこと言えないですから、私はあんま言わないですね、覚えてください。だから、絶対これはやんなきゃいけないよってのあるから、そこは覚えましょうってのあるんですけど、基本的にはまず理解。
だからまあ、ね、僕暗記苦手ですって人は覚えてていただいてもいいですし、暗記難しいよねって辛いよねっていうのであれば、ちゃんと内容を理解していくということをイメージ持っていただければいいかなと思います。で、こちらも特許庁ってね、出願してダメですっていうと、この拒絶理由通知で書類が来ます。あ、こういう理由で特許受けることできませんよ。で、それにこの雑誌 X っていうのが引用文献 X なんて書かれたりするんです。だからこれに基づいてもうすでに世の中にあるから登録を受けることはできませんということになります。そう、そうだよね。だって世の中にあるものをさ、特許取ったら、さっき言ったようにその人たちが作れなくなっちゃうわけ。で、今更例えば頭痛薬、ね、イブプロフェンって成分がありますけど、イブプロフェンの特許を今取ったら、今売られてる急に頭痛薬全部売れなくなっちゃうから、他のメーカー、それはちょっと困るよね。だからそういった意味では、今まであるもの、世の中にあるものに関しては登録を受けることができないということになります。で、勉強していくときっていうのは、まずこの大きく捉えていきます。で、大きく捉えていったら、次に言葉を見ていくわけ。例えばこんな言葉が書いてありますね。1号、これ1号と言います。これ29で1号ってね、これ何も書いてないんですけど、これ最初1なんですね。で、特許出願前に、特許出願前に、これ何なんだっていうのをまずこう考えていくわけ。特許出願前っていうのは、この出願をした、この出願より前って意味になります。これが出願前なんですよ。ということは、出願した、ね、何時何分何秒まで考えるんです。子供みたいでね、あ、お前が言ってるのは何時何分何秒、地球が何回回った日だよって、ね、地球が何回回ったは出ないんだけど、でも何時何分何秒だから、例えば11時に世の中に発表しますと、ね、おお、いい発明だねって言われたから、そうっすか、じゃあちょっと出願しようかなって12時に出願したらアウト、もう世の中出ちゃったからね、ということになります。だから特許出願前で、なんでこんなとこだわるかっていうとね、例えばこういうね、法文書ってあるんだよ、いろんな条文書いてあるので、例えばね、似たさっき29条の2って条文があったでしょ、こっちね、これずずずあれずずと似たような条文で、今度はほら、ね、特許出願にかかる発明が当該特許出願の日前ってなってるね。これ最初のこの辺、特許出願の日前、言葉がちょっと違うんだよ。今やったのは特許出願前って書いてあったよね、さっきの条文。ところが今回は特許出願の日前、日っていうのはこの出願した日、何月何日の全部含みます。だからこれより前ですよと言ってるので、例えばこの場合は同じ日は考えないんです。こういうふうにね、条文の言葉ってすごく細かいところがすごく重要になってきます。でも最初からそこを考えてもね、疲れちゃうから、こういうとこ違ってるんだっていうのを意識していただきたいということですね。例えばさらに次ですね、29条の多分2号、まあ、2号も1号にもあるんですけど、1号も色塗りやがったな。これ公然って止まるよ。公然知られた、公然実施、公然って何なんだっていうことになります。で、結局特許出願に、まあ、多分日本国内、また外国、これは例えばこういうところもね、世界コーチと言って、国内でもいいし、どこ、外国どこでもいいです。これ別にアメリカだろうが、ヨーロッパだろうが、アフリカだろうが、とにかくどっかにおいて公然知られた、公然ってなんだっていうことになります。で、公然っていうのはこういうふうに書いてあります。秘密の範囲を脱した状態なんてよく言うんですよ。難しいね、これ。秘密の範囲を脱した状態ってことはどういうことかっていうと、世の中の人に対して秘密じゃなくなった状態なんです。人数いっぱいいますよね。例えば守秘義務って言葉あるよね、これ絶対言っちゃダメだし、言っちゃダメだよ。この知らない人、守秘義務が、私はない人と守秘義務がある人です。だからこれ人数の大きさは関係ないんです。この守秘義務がない人に知られてしまった場合、公然知られたことを例えば公知なんて言ったりします。だから公然知られてる、公然っていうのは結局秘密なのを出した、いわゆる守秘義務がない人に知られてしまったっていう場合になります。で、人数関係ない、例えば100人であっても別にこれ守秘義務があれば、例えば社内法なんかあるわけよ、今うちの会社でこんなことをやってますよ、社外秘ですよと言えば、それは公然ではないです。逆に外で、で、友達に喋っちゃった、今俺こんな集めしてるんだって言ったら、もうそれで公然になります。で、公然知られた、はい、このじゃあ公然知られたってのは何なのね、まあそのままじゃないのって思うでしょ、知られた。ところが、そのこういうのをね、まあ難しい言葉で言うと文言解釈っていう言い方をしてきます。すなわち言葉、一つ一つの言葉をしっかり理解していくっていう、そんなイメージだね。文言ってよく言うんですけど、
例えば公然知られたっていうのはどういうことかということなんですけど、これ例えばこれもう古いねビデオ、これ展示しましたと、じゃあこれ知られたことになりますかってことなの、この発明が。で例えばこれハードディスクレコーダーとかだとして、そのハードディスクレコーダーを映像を記録する圧縮方法に特徴があるという場合ね、うん、でこれを例えば展示会で展示しましたと言っても分かんないじゃない、どんな圧縮を展示してるか。まさに皆さんこれ画面見てる方、例えばこれ動画ですよね、動画も圧縮っていうのを色々使って MPEG-4 とかで使われてますけど、じゃあ MPEG-4 の圧縮ってどういうアルゴリズムでやってますかっていうのは分からないでしょ。だそれは公然知られたことにならないんです。だけどこれって確かに多分ね、展示会ビッグサイトとか、ね、幕張メッセでなんとか技術賞とかも最近ねコロナ禍で出てきました、で参考出品ですっていう場合で置いてるだけだったら確かに知られないんですよ。ところが、ね、こんなやつがバラすことできないでしょ。その場で、ね、いきなりさ、確かにちょっとすいませんっつってさ、ちょ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 ってさバラしたら、おいちょっと待てよってなるじゃない、うん、だけどこれ販売しましたと売ってしまったら解析することができますっていうことは、これまあ販売というのは譲渡で実施なんですけれども、公然知られたっていうのがただ単純に展示してる場合だと知られてないから、これ実は公知とは言えないんです。ところが販売とかしてしまうと解析とかできちゃうので、この場合は公然知られてるというか、要するに公知の状態になってしまいます。でそこが例えば1号と2号の違いだったりします。うん、こんなところでできます。ただね、実務上で、私は普段事務所で仕事やってるんで実務上の話もちょっとよくするんで、ただその時は試験出ませんよって話をしてきます。うん、でもやっぱさ、なんかどのことやってるか気になるじゃないですかね。だからまあちょっとその話もしてるね、まあ、特にまあもし仮に事務所とかお勤めの人であれば、あ、そういう考え方もあるんだって参考になるかなと思うので、そういう話もするんですけど、実務上はねほぼこの3号なんです。来るの1号2号で傷ついてるってめったに来ないですね。私はちなみにもう20年ぐらいやってますけど、1号2号で来たことはないですね。まあほぼ3号です。で3号は簡単で文献公知って呼ばれるものですね。この頒布された刊行物か、もしくは、電気通信を介して、これはインターネットですね、に出てますよ。要するに文献かネットに出た発明ですっていうのが大半です。やっぱ客観的な根拠があるじゃない、証拠が。だからこれは誰かに見せたとかどっかで発表したって話なんで、具体的な証拠も少ないんだよね。だからなかなか1号とか2号って特許庁も探しにくくて、ほぼ3号できます。で文献公知、例えばこういうねぐるぐる回ってますけど、刊行物と何ですかっていうのが、頒布性、公開性、情報性があるものっていうことになります。で今はいいですよ、別に理解しなくて、あ、そういうことなんだぐらいでいいんですね。うん、で何をこれ言ってるのかって、文献公知っていうのは例えば図書館とかホームページっていうところなんですけれども、これね、例えば条文上の勉強だと知られる恐れでいいんですね。恐れって何か、実際さっき言ったように公然知られって言ってるんだから、実際誰かが例えば図書館で冊子を見た、本屋さんで本を買った、見た、ホームページは誰かが見たっていうのがなければ知られたことにならないじゃないですか。だからそんなことは証明するの大変だから、いやいやそれは誰も見てなかったとしても該当しますよってことになります。これを何ていうかとね、知られる恐れって言うんですけど、恐れで十分該当するんだっていうふうになっていきます。はい、ってなると、ちょっとまあ例えばさっきの電気通信回線ね、こういう言葉ですよ。じゃあ電気通信回線って何なのっていうね、こういう言葉が分かんない時に、実は青本っていう本があります。まあ、工業所有権法築城解説っていう、特許庁のホームページに行くとね、PDF もあったり、実際本屋さんで売ってるんですけど、これってね、それぞれの条文がこういう意味ですよ、この言葉はこういう意味ですよっていうのを立法者、法律作った人の立場から説明してくれてます。うん、例えば電気通信回線というのはどういうことですかっていうのはね、これゴチ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 って書いてるわけで、これを全部やっていくのは大変なので、まあ、試験的に出そうなことはお伝えしてます。うん、で逆にあんまり出てないとか気にしないですよっていう、うん、私は出ないことやんなくていいタイプなんで、うん、実際自分でもその青本っていう本を見て、これね最初見てもよく分かんないのよ、何書いてるか分かんないです。で全然それでも構わないです。うん、だからそういう言葉の意味を調べるっていうのを使っているのにいい本だったりします。で実務上は実際の仕事ですねにやると、特許はほぼほぼ次の進歩性って呼ばれる、こっちの2項です。うん、特許出願前にその厚みの属する技術の分野における通常の知識を有するものがと、全国各校に掲げる厚みに基づいて、次これ容易に厚みをする、要するに確かにもうすでにある発明と同じだったら、これは特許を受けることができない、ね、あと同じものに特許を受けてもしょうがないね。さっき言ったように急に頭痛薬売れなくなっちゃったら困るから。だけどまあ同じじゃないんだけど、でもまあ思いつくんじゃないのっ
っていうものに関してやっぱり登記を受けることができませんと。で、進歩性っていうのはどういうことかっていうと、さっき言った雑誌に載ってます、インターネットにあります、従来技術って言い方をします、今回発明をしました、って言った時にこの差がなきゃダメなんだね。で、この差がなきゃダメで、で、この差っていうのがある程度ラインで引かれます。で、従来と比べてちょっとだけの改良ですよねっていうのは進歩性なし、すなわち今言った29条2項で拒絶になっちゃう。で、ある一定のラインを超えたら、これは容易に思いつきませんねっていうことで特許になりますよ。で、この判断のこの差がめっちゃ重要なの、実務上は。試験受かった後。ところが試験的にはこれあんまり出ないんです。実務はめっちゃ重要だよこれ、ほぼここの仕事だから、我々特許でやる人は。だけどこれ分野によるんですよ、かなり。だから自分なんか例えばソフトウェアの特許なんで、じゃあソフトウェアの特許でどういうところが進歩性が出てくるかっていうのが、まあ、経験でこう学習していくわけなんですけど、そんなにいきなり試験出しても分かんないから、残念ながら試験的にはあんまり出ないです、ただ実務的にはめっちゃ重要ということになります。であれば深追いしてもしょうがないね、試験出ないんだからっていうのは。だから私の場合も出ないとか出ないって言っちゃうんで、出ませんよっていう、だまあ当然受かった後はここめっちゃやんなきゃダメよ、っていうことになります。だから まとめるとこれね、怖いのは自分が公にしたとしてもダメなんです。さっき言ったように発表しましたとね、今回の集めはこんなもんですと、おーいいねいいねってみんなに言われて、あそうっすか、じゃあ特許出しましょうかっていうことになると、すでに発表しちゃってますから、この場合は特許を受けることはできないです。これがねやっぱよく相談であるんですよ、いい発明ができましたと、あそうですか、もうね去年から売ってますみたいな、いやもうそれはごめんなさい、もう特許取れないかもしれませんね、ね、確かにオリジナルはあるかもしれないけど、特許を取ることができないですだからそうするとさ、かわいそうじゃない、全く特許を受けられない、ね、で、その時に実は例外があります。例外、救済規定。何かと言ったら、1年以内だったら、ね、もし仮に世の中出しちゃった、1年以内だったら認めましょう OK っていうのが実は規定としてあります。というのはこれが何かっていうとね、30条って呼ばれるものです、まだ条文いっぱい書いてあるよこれね、今言って条文難しいです。で、赤字のとこ見てください、該当するに至った日から1年以内、そうなの、1年以内であれば救済規定を認めてあげましょうと。さっきと同じ規定です。これ例えば新規制ね、発表しちゃいました、もう発明で高知行為なんでちょっと難しいこと言ってますけど、例えば雑誌のおっしゃった、インターンのおっしゃった、本来であれば29条1項3項、さっき言ったよね、文献高知というところで登録を受けることができません、はい、ところが今言った秘密兵器があります。30条の規定を使うとどうなるかっていうと、プヒュー、これがねなかったことになる。すなわち拒絶理由通知、ここに基づいて拒絶されるということはなくなります。無視されるという規定があるんです。で、これが今言った法律というところの30条、新規制創出の例外の手続きっていうのがあるんです。で、これってね、じゃあ誰が発表したのっていう話になるわけで、ちなみに出願ってね、誰がするのって言ったら、これ発明した人なの。発明するとね、あ、思いついたって発明するじゃない。そうするとね、勝手にポーンって権利結構できます。で、これなんていうかっていうとね、特許を受ける権利っていうんだね。特許を受ける権利を持っている人が特許出願できます。だから原則それは発明した人です。ただ残念ながら、さっき言った特許出願ってめっちゃお金かかるんですよ。ね、出願するだけで30万ぐらいです。審査して、だいたい15万から20万とか。だからと私によくね、相談を受けると、一応上限を言うわけ。特許って登録になるまでいくらぐらいかかりますか？その100万ぐらいかかりますよ。大げさじゃなくてね。で、じゃあ出願して審査請求して拒絶理由というのがだいたい2回ぐらい来て。審判しない、まあ審判って制度があるんですけど、またまあそれで特許になりましたっていう標準的なルーチンでも、上限登録まで考えると100万ぐらいかかることがあるわけ。めっちゃかかるんだよ。当然全部が100万かかるわけじゃないですね。ってなった時に、じゃあ個人でね、みんな会社勤めてる人がそれぞれの従業員がするかさ、それは大変じゃない。なので発明をすると、そのさっき言った特許を受ける権利っていうのがポーンと出てくるんですけど、通常それは会社にあげちゃいます。まあ譲渡って法律上言うんですけど、まあ譲渡しちゃう、特許受ける権利を、まあ譲渡とか承継とか言いますけど、でそれ会社が代わりに出願をするってことになります。いいですか。だからその特許を受ける権利というのは人に譲ることができます。
渡すことができる。だから通常は従業員が全部自分でするのは大変だから会社にあげちゃいます。それから会社からお金がもらえます。大昔ね、大昔で、もう昔でもないか、昔中村修司先生って青色発光ダイオードの時にね、それで何百億、何十億何百億っていうのを会社からもらいましょうっていうね、そういうような判例とかもあったんですけど、まあ、結局それによっていい発明をすれば、会社からその分相当の報酬をもらえるとでイメージになります。ってなると、例えば今言ったように、自分が発表して出願した場合は、その30条っていうね、新規制創出の例外という手続きをすれば認められるんですけど、じゃあ自分が発表しなきゃいけないんですかってそんなことはなくって、例えばはい、この人が発明しました、ピコーン発明をした、で自分が発表しましたね、その後に例えばこう違う人、会社ですね、会社に譲渡しました、特許を受ける権利を、自分が出願するのは大変だからで会社にしてくださいということで渡しました、代わりに会社が出願しましたと、この場合これ OK です。さっき言った例外を受けられます。大事なことはね、ここです。発表した段階で特許を受ける権利を持ってる人です。その前後に別にこう譲渡されてもいいんですけど、この段階で特許を受ける権利を持ってる人が発表しましたよってことになります、ね、発表は特許を受ける権利を有する人、いわゆる発明して実際出願をするなんですかね、こう権利というか、それを持ってる人がすればいいんだよってことです、はい、だ先に例えば発明者ね、従業員が会社に譲渡しました、会社がプレリスリリースをしました、こんな発明をしましたよっていう、これも OK です。だからこれも発明した人ではないんですけど、あくまで発表したタイミングでは特許を受ける権利を有する者が行っているからってことになります。でちなみにこれじゃあ何でもいいんですかっていうと、例外があって、これ何かっていうとね、広報による工事、これちょっと難しくなるよ、これねレベル上がります。どういうことかっていうと、例えば出願しました、でこの人発明を出願したの、もうで発明を出願すると特許の場合であれば1年6ヶ月で公開候補が出ます。でここだから意味の内容は知られちゃうんだけど、あ、もう一回出願し直そう、はい、これは認められません、うん、っていうのがあります。うん、で出願により公開っていうのは自らのコーチでもないし、に反するコーチのどちらでも、ちょっとに反するコーチは今日やらないですけど、要するにこれは勝手に公開されちゃったって場合が実はもう一個あるのね、手続きがなんだけど、今日はちょっとそっちやらないですっていうことができたりしますと、はい、なので、でじゃあ実際にさっき言った、まあこれなんかちょっと難しいんだけどね、うん、ただこれさっきの30条の条文でちょっと黄色くなってた部分の話なんですけど、じゃあ実際このね、このウルトラCの技を使うにはどうするかっていうと、手続きが必要です。はい、で公知行為、難しいですけど、雑誌で発表しました、出願しました、1年以内にしてください、まず一つで、そうすると30条っていうね、今は適用受けられるんですけど、受けるためにはどうするかっていうと、出願と同時にジュ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 例外適用受ける旨の書面を出します。でプラス30日内に証明書、これ具体的にどういう手続きを公開したのか、例えばインターネットで出しました、ね、雑誌に出しましたっていうのを出します。それ書いてあげればいいと、証明書って自分で書けばいいんですよ、うん、ってことになります。でちなみに例外の適用を受ける旨の書面、その旨の書面とかっていうんですけど、これ願書っていうところにね、こういう欄を設けてあげるの、こんな感じで願書の欄を設けてあげると OK ですし、証明する書面はこの新規制措置の例外証明書提出書なんていうのがあって、でこれにこう証明書をつければいいということになります。はい、っていうのが、まあ、ざっくりですけど、29条と30条ですね。新しい。まあ、これ一番特許では重要なところなんですね。で、この手の話を私はしていくんですけど、結局、今言ったように、まあ、条文の規定を理解していくというのが一点で、プラス、過去問との結び、リンクというのはすごく重視してます。だから言ってしまえば、本試験、本番の試験で出てる内容はめっちゃ詳しく話すんですよ。逆に出てないことは、まあいいか。ただまあ実務で重要であれば、そこはちょっとね、まあ雑談型で話すんですけど、やっぱ試験に出やすいところです。で特に自分の講座の場合は、これ担当コレモンって言ってね、うん、条文ごとにその今までの平成14年新制度になった一問一答形式の条文、担当試験の問題を全部集めてます。で全部集めていて、でその中で2回以上聞かれているポイント、うん、っていうのをコレポンという形でまとめてます。でコレポンという形でまとめてるんですけど、例えば今言った30条ってね、5個あるんです、何回も聞かれてるところが。で今このたった30分の間だったけど、これ2つはやったんだよね。今1番、特許を受ける権利は移せますよと、ほら
新規性を創出したことを出願人とは異なっていて、ちょっとやったよね、会社が出願してる、うん、実際発明した、違う場合があるよと。あとはコレポン号、あ、これはちょっとあまり言わなかったかもしれませんけど、これで30条を適用した時って雑誌に書いた内容と実際出願するのってずれるんですよ、ね、出願の方がちょっと範囲が広くなるんで、そこは全く同じじゃなくてもいいですよ。あのさっき消えたじゃないですか、ね、こうあの文献のやつがファーってなくなったでしょ、誰がなくなるっていうだけだから、それを意識すればいいので、別に出願する内容と発表する内容は別であってもいいですということになります。はい、こういうでは234は今日もやってないですけど、ただ重要なのはあの1とこが重要なので、まずそこをやったという形になります。結局ね、まず試験で何回も出てるポイントからやっていくと、その優先順位ですね、うん、で、まあ、コレポン、レアモン、条文って私はこう考えてるんですけど、コレポンっていうのは結局過去問、今までの試験で何回も問われてるポイントです。でまずはこれ優先的にやります。これをまず優先的で、イメージ的には年内です。これ年内にできれば固めたい。で次にレアモンって言ってますけど、レアモンは試験で出たことがあるんだけど1回ぐらいしか聞かれてませんよってポイントです。だこれを次に年明け1月2月とかに攻略していきます。で過去問で出ていない条文ベースって話がありますから、これを最後に仕上げていくっていう、だこの段階ですね。最初から一気にやっていくんではなくって、まず試験で重要なところっていうのをこうやって進めていくといいかなと思います。特に最初はイメージをしっかり作っていくって勉強ね、これをやっていただければと思います。はい、今日はちょっとね30分だったんですけど、でもこの時29条30条に関しては結構基本的なことを話をさせていただいたのでね、うん、まあ、あのこれをプラスアルファだと肉付けすれば本試験十分対応できる知識だと思います。はい、というところでじゃあ今回の、講義ね、これでまあ講義というかね、うん、まあ、終わりにしたいと思いますけど、またねぜひ、弁理試験せっかくねご興味を持っていただいているので、ぜひね頑張って試験合格するぞと。特にあの私の場合本当ツイッターとかメールで質問を受け付けてますから、あんまり通信と通学の差はないかなと思ってます。逆にまあ、通学距離か、まあ、通信の方がね距離を近くしたいというふうに思ってますので、あの結構あの皆さん気楽に質問とかもいただくんですけど、ぜひどんどんねそれ積極的に勉強して来年試験合格、間違いなく合格するって気持ちで、ね、進めていただければと思います。はい、というところでじゃあ今回はこれで終わります。またちょっと皆さんね、ぜひお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。さよなら。